開拓の旅で乗客全員が一緒に列車から降りることは滅多にないが、ピノコニーにはそうするだけの意味があったな。車掌がいるからしばらくは問題ない。だが早く戻って七死人たちの消息を伝えてやった方がいいだろう。列車が次々と無数の駅をたどっていく夢を見た。乗車してくる者もいれば去っていく者もいたが、俺たち5人はずっと一緒で、その旅は永遠に終わらないように思えた。それが俺の心の奥底にある願いなのかもしれない。そう自覚した時、それが現実ではないことが分かったんだ。アーカイブには関連する記録がないから、これは俺の推測だが、秩序のリスクは最初から調和の中に潜んでいた。それがファミリー内部の問題だったんだろう。しかし今、その秘密は宇宙の多くの勢力が知るところとなった。銀河の情勢はますます複雑になるだろうな。前に言ったように開拓の旅は先が長い。準備が整ったら次の駅に向かおう。今回の開拓の旅は危険が多かったが、とても思い出深いものとなった。理想と執着、覚醒と夢、そこから未来のための教訓を汲み取れるといいんだが。大地を思う鳥と空に憧れる鳥、ロビンさんは兄の願いを自らの手で阻止したが、彼を見捨てることはないだろう。だが調和による懲罰は避けられない。彼を待ち受けているのは裁判だ。詳細についてはファミリーも多くを明かそうとはしない。ファミリーがピノコニーに地盤を築いて以来、秩序の残党はずっとオーク家を隠れ蓑として潜伏していた。そして性格の力を使って美しい夢への支配を強め続け、最終的に大きな災いを招くことになった。それがファミリーの言い分だ。まあファミリーが本当に最初から最後まで何も知らなかったかどうかについてはまた別の問題だが、アベンチュリンさんのしたことは結果としてカンパニーが交渉のテーブルにつく権利を得ることにつながった。だから今さらに高い役職の使者がピノコニーを訪れ、ファミリーと争っている。ピノコニーが昔と同じ鉄を踏まないようにするためにも、カンパニーは請求列車にとって交渉のテーブルでは欠かせない助っ人になるだろう。信じられないかもしれないが、果てしない夢の中で俺は故郷に戻り、ずっと離れ離れになっていた友人と再会することができたんだ。そしていくつかの特殊な理由でヨミさんを思い出した。その後自分の記憶に彼女の結末が残っていないことに気づいて、俺は辛い事実を悟った。旅が終わりに近づくといつも少し寂しくなる。俺たちにできるのはできるだけハッピーエンドに近い結末に導くことだけだ。
に来る途中で変なことがあったんだ。普通に道を歩いてたらいきなり誰かに妙なプレゼントを渡されたの。開けてみたらボタンが入ってて、裏にこれを押せばピノコニーが吹き飛ぶって書かれてたんだよね。怖くない？あれ何だったんだろう。押すわけないじゃん。誰が押すの？振り返ったらもうその人はいなくてさ、仕方ないからハウンドに届けたの。そこで聞いたんだけど、実は調和セレモニーが始まる前から似たような報告が結構な数上がってるんだって。ああ、ピノコニーの未来が心配になってきた。カクテルの準備はできた？さあ、この前店で会ったきりギャラガーには会ってないんだ。思い返してみると彼はいつもひっそりとやってきてひっそりと帰っていってたんだよね。このカウンターで私たちはどんなことでも話した。でもギャラガーがドアから出ていくとき、自分は彼のことを何も知らないことに気づかされるんだ。それほど謎の多い人だったのさ。ただ今は少し予感がするんだ。もしかしたら彼はもう自分の願いを果たしてここには戻ってこないんじゃないかって。もちろん構わないよ。私たちはみんな待っていられるから。ギャラガーもね。カクテルの準備はできた？始める前にあんたの仲間と話してきたら？どうせ私たちにはたっぷり時間があるんだから。カクテルの準備はできた？始める前にあんたの仲間と話してきたら？どうせ私たちにはたっぷり時間があるんだから。そう？じゃあ、あんたの言う通りにしようか。作るドリンクについては大体考えてあるの。苦いのにするか、甘いのにするか。今この瞬間のあんたの気分にはどっちの味の方が合ってるかな。夢は長く苦は短し。苦味があって酸っぱくて渋い。まるで残酷な現実のよう。このバーで一番人気のないドリンクだ。悪くない選択だね。早速作るとしようか。言葉はいつも物足りない。もし過去の出来事に終止符を打ちたいなら、
このバーでカクテルを作るのが一番いい方法だよ。すべての思い出と感情を一緒に注ぎ、よく混ぜ合わせ、時間のフィルターに通すと、グラスの中に残るのは味わい深いものだけになるの。よし、できた。地下に眠る七死人たち、そして私の友人ギャラガーに敬意を表して。死はとても苦い事実だけど、あんたたちが捧げたものは全て歴史に記される。外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。もう行くの？じゃあこれも持って行って。この最後のドリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど、これでピノコニーの味を思い出してくれたら嬉しい。ありがとう。きっと忘れられない味になるだろう。もしギャラガーに会えたら、彼にも一杯飲ませてやって。あの人の好みにも合わせてるから、きっと気に入ると思う。その時はしょうがないね。さあ、おしゃべりはここまで。あんたたちにはまだ仕事があるんだから、これ以上悲しい空気にはしないように。請求列車もピノコニーもこれから長い道のりが待ってるんだから、気を引き締めていかないと。さあ、それぞれの明日に向かって進んでいこう。オーディ、本当に厄介ですね。ピノコニー存亡の危機にまさか上場という手を使ってくるとは思いませんでした。ええ、なかなか度胸があるわね。だからこそ今日のオーディアルファルファになれたんでしょうけど、でも勝利の天秤はまだどちらにも傾いていないわ。どんなに大きな声で叫んだところで、声そのものに重さはないから。トパーズ、あなたに頼んでおいた電話の件、あれから何か進展はある？はい、あちらは承諾してくれました。ただ到着にはもう少し時間がかかるそうです。その方が好都合だわ。アメは無知の後に出すべきだもの。今回は強姦理論の段階が省略されそうですね。貪欲な商人が相手なんだから仕方ないでしょ。半端な味のリンゴじゃ問題は解決できない。この言葉は私にも当てはまるかもしれないわね。ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く将来性もある。今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。その点に疑いの余地はありません。ええ、そうね。でもあなたの感覚からしたら、このプロジェクトは少し退屈かと思ったんだけど、違ったかしら？そうですね。
アベンチュリンが私を引き込まなければここには来なかったかもしれません。あなたは彼を信頼しているものね。私たちにとっては命にも等しい奇跡を彼に託して賭けに出るくらいには。それはジェイドさんも同じでしょ。私たちがコールしなかったらあなたの翡翠をあれほど順調にピノコニーに持ち込むことも、美しい夢の欲望を収め交渉のチップを勝ち取ることもできなかった。だから私も喜んで自分の大玉を差し出したんです。本当に凄まじい計画でしたね。アベンチュリンが心を決めた以上誰にも止めることはできない。たとえ運命だろうとね。少なくとも彼は今も生きている。それだけでこれは最善の結果と言えるでしょう。少し話が脱線してしまいましたね。ジェイドさん、私たちは今後の戦略について話し合うべきなのでは？その必要はないわ。中には私一人で入るから。あなたはゲストを迎えに行ってそのまま私の指示を待っていてちょうだい。わかりました。あれはロビンさん、彼女も機長席号にいたのね。